ワンピース海賊無双。聞いてねえのかバカザル、カイドウを倒すのは俺だ。どこだ、うん、カイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。じゃあまともに進めねえ。待て、カイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。
をぶっ飛ばしに行くぞ。ジェットピストル。あとはこいつらを倒すだけか。やるぞ麦わら。ついたのか。こうなったら先にあいつをぶっ飛ばそう。ビッグマムだと。カイドウを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。
取られる覚悟はできてんだろうな。お客さん、うせえ。お前こそ俺の邪魔するな。おい、ビッグマン、俺の力を思い知らせてやら。海賊ごっこ。貴様、カイドウ、あえバカ、こんな野郎と組んだくらい俺の首が取れるとでも思ったのか。
お前らみてえなガキが海賊王になるんだ。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ。死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。もう連れてけなんて言わねえよ。自分でなることにしたんだ、海賊には。お前なんかが海賊になれるか。この一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。大晴れ、出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊、赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に、海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃士のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは、世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前に、それぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に、秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していた
アラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は、国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味は、ビビの祖国アラバスタへと舵を取る。よし、やるか。ヒーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは桜花七部海、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては、町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら、七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかし、その英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとは、みんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取るためにアラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができればアラバスタが救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィは？